アサヒビールは自然保護などに役立ててもらおうと、発泡酒の売り上げの一部を世界自然遺産基金に寄付しました。奄美市役所で行われた寄付金の贈呈式では、アサヒビール鹿児島支店の金子雄一郎支店長が、奄美市の諏訪哲郎副市長に目録を手渡しました。アサヒビールは去年7月、奄美群島の自然環境や文化を守る取り組みを応援するため、発泡酒のアサヒスタイルフリーのデザイン缶を県内で発売しました。1本売れるごとに1円を寄付する仕組みで、今回は27万912円が奄美群島広域事務組合の世界自然遺産基金に寄付されました。この取り組みはおととしから続けられていて、寄付金の総額は72万3312円に上ります。こんな活動をアサヒビールがしているんだということの認知もしていただきたいですし、それを飲むことによって、飲んでいただくことによって、奄美の世界自然遺産に貢献できているんだという思いにもなっていただきたいと。アサヒビールは今年も明日から県内のスーパーなどでデザイン缶を販売する予定です。